クロマックス。ハブシュ、ハブ入ってますよ。すごいな。羽田空港ということでね、沖縄に行きます。到着。はい、到着。こちらはですね、中本鮮魚店の、天ぷらをちょっと販売しているところですね。行きましょう。私イカの天ぷら大好きなんですよ。普通にうまい。ウムクジっていうそうです。こうなんか丸いですよかわいい。いただきます。これ美味しい。これ人気ですね。はい、どうもクロワックスです。今回は沖縄に来ております。何本か撮らせていただいてるんですけども、今回来させていただいたのが国際通りですね。観光客の方が多く来るところに来ております。平和通りっていうところがいろんなお店が入ってるっていうことですので、行ってみようかなと思います。はい、ということでただいま平和通り商店街の前におります。平日ですけども人通りは多いです。では早速行ってみたいと思います。はい、ではこちら平和通り商店街の正面ですね。観光客向けのお土産屋さんが多いのかなっていう印象です。いいですね。 B さんが売ってます。沖縄、南国の雰囲気ありますね。おしゃれ。あ、かわいいですね。ご当地キューピーちゃんってあるんですけど、なんか体の中に塩が入ってるの。お守りキューピーということで、なんか沖縄限定のいろんなキューピーちゃんが売ってますね。かわいい。ゴーヤだったりとか、シーサイ。泡盛キューピーもありますね。エイサーキューピー、あ、ペニーモタルトキューピーいいんですね。ドリームキャッチャーですね。貝殻で作ったものですかね。小物入れだとか、おシェルのコースターとかですね。綺麗ですね。なんかこういった商店街私結構好きなんですけど、なんか見てるだけで楽しいかなっていう感じですね。なんかいろんなお店があるので目移りしちゃいますね。泡盛の専門店。おお、ハブ酒です。ハブ酒、ハブ入ってますよ。すごいな。夫婦ハブ酒2機入ってるってことかな。すごい、生のハブ酒見るの初めてですね。シーサーの壺で酒が売ってます。なかなか見ないですよね。やっぱ沖縄といったらベニーモタルトですよね。これは間違いない。私も大好きですね。サンバ、うわすごい、無料体験。わあすごいな、近くで見るの初めてですね。すごいです、沖縄の楽器ですね。こちら昨夜も同じところを撮ったんですけども、全然雰囲気違いますね。いや、私ちょっと本場のサーターアンダギー食べてみたかったんですよ。結構あちこちで食べれるじゃないですか。でもなんか本場のもちょっと食べてみたいなって思ってたので、ちょっと買ってみようかな。はい、ということでサーターアンダギー買ってみました。で、ちょっと単品で売っていて1個100円ですね。私ちょっと今回黒糖味です。大好き黒糖で、これすぐ食べますかって言われて、はいって言ったんですけど、ちょっと温めますねっていうことでちょっと温めてもらったんですよ。食べるときサーターアンダギーちょっと温めると外はカリッと中はふわっとして美味しいので、サーターアンダギー食べるときはちょっと温めた方が美味しいそうです。はい、ちょっといただきます。うん、うん、あ、意外とそんなに甘くなくて食べやすい。美味しい。なんか脂もそんなないですね。なんか黒糖甘さが少ないやつ選んだんですけど、
美味しい。ポート&ギ本場の食べてみました。こちら花笠食堂ですね。前回ですね、ご当地のコンビニの動画を撮影した時に、この花笠食堂さんのアイスティーかながコンビニ売ってたんですよ。なんかここの花笠食堂って沖縄ではとても有名らしいんですよね。それがこの平和通りにあるそうですね。なんか美味しそうです。なんでしょう、定食屋さんですかね。すごい、なんかいろんな花笠定食、ポーク定食、豆腐チャンプとか、手びちの煮つけとか、結構有名なところらしいですね。お、ロックンショー定食、沖縄定食っていうのがありますね。すごいボリューミーな。こちらの定食屋さんがこの路地の奥にあるそうです。あちらにあるそうです。あの沖縄の家庭料理ですかね、有名らしいのでちょっと見てきました。はい、こちらなんですけども、お塩の専門店だそうです。沖縄って塩が有名なんですかね。海に囲われてるからね。あ、すごい、これおにぎりに塩実際かけてお試しくださいっていうのがある、ちっこいおにぎりが置いてあります。すごい、これ試せるんだ。続いては国際通りですねのメイン通り、だいたい 1.4 キロあるそうです。ちょっとそちらをプラッとしてみようと思います。国際通りというだけあって海外の方すごい多いですね。この国際通りはやはりもう観光客の方がほとんどです。地元の方ってあんまりいらっしゃらないそうですね。本当にもう観光客の方がもう集う場所って感じだそうです。ちょっと海外に来た気分になっちゃいます、この雰囲気。今ちょっと歩いてるんですけど暑い、ちょっと汗ばむ感じの暑さです。あんまり夜も気温が下がらないみたいですね。11月とは思えない。本当年中 T シャツでいい感じです。すごく雰囲気のあるお菓子御殿って書いてあります。シーサーいます、シーサー、すごいですよ。ここなんか目立つお土産屋さんですね。中もすごい広い。あ、ベニモタルトだ。ベニモタルトがでっかいのが上にボンってあります。サンダル欲しいな。やっぱ沖縄来たらサンダルがいいですよ。ちょっとスニーカーできちゃったので。こちら国際通りの、入り口来てるんですけども、ここに見える大きい、ビルなんですけど、これあのパレットって言って沖縄で唯一ある百貨店だそうです。10階建てぐらいかな。ここに県庁が見えるんです。隣に百貨店ですね。はい、ということで、はい、お疲れ様。はい、めっちゃ歩き回ったんでしょ、どうせ。あの、歩きましたね、すごく。ということでですね、すぐるもお仕事一通り話し合い終わりまして、はい、とりあえずお疲れ様でした。ということで、休憩して帰るよ。はい、はい、この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いします。また Twitter、Instagram、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。お疲れちゃん。
三品茶めちゃめちゃ売ってるっていうあんまりこういう光景見ないですよね。はい、やっぱ観光客の方やっぱ三品茶買うそうです。